ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は残り2つのエンディングを回収していきたいと思います。まずはどんな選択肢を選ぶの？前回の動画でメゾンを電話で呼び出したわけですが、その時に考えを変えるという選択肢を選びます。なかなか怖い選択肢だね。ちなみに最初の選択肢でアパートに向かうを選んだ場合、アパートの扉が開かないところにメゾンが登場します。このタイミングでも開かないということは、主人公は最初からメゾンの餌にされる予定だったみたいだね。なお、展開や会話はあまり変化がなかったため選択肢まで飛びます。やっぱり。ホテルを探しに行きます。ここまで来させて申し訳ありません。でも私はまだ家を購入することには興味があります。彼は不快な時間私を見つめていた。病気のようなニヤニヤ笑いはさっきまでより悪意に満ちているように見えた。最後に、彼は背中から手を持ってきて、コートをさらに整え、少し家の形をした衣装を整えた。表情が変わった。口元は笑ったままですが、目を閉じましたか。冷静さを保とうとしているように見えますね。親愛なるバイヤー、あなたからの電話を待っています。それだけを言って、彼は向きを変えて歩き始めた。彼が去ったことで安心した。今私が何をすべきなのか考えることに戻ることができた。私はついに街の中心に到着した。街の音が耳に響き渡って、私を包んだ。アンケニーバレーは大都市ではなく、暖かく趣のある雰囲気があった。ここで判明したのですが、この街の名前はアンケニーバレー。つまり不気味の谷です。だから不気味の谷不動産は街の名前を付けた不動産だったみたいだね。私はホテルを見つけるため多くの建物の看板を探した。最後に、白く美しいビーコンのように突き出た建物を見つけた。私はすぐに、サービスとチェックインのための小さなベルを鳴らした。私はついに部屋にたどり着いた。部屋の中央にある大きくて柔らかいベッドを見ると涙が溢れた。私はすぐ靴を脱いで、その上にジャンプした。豪華なマットレスがゆっくりと沈んでいく。ああ。とても疲れた。自分の家で眠るのも待ちきれないけど、今はこれでいい。最高の気分よ。私は自分自身を酔わせて、体が温かいマシュマロに包まれているような感覚で体を騙した。私は自分の人生がどこに向かっているかを考え、成し遂げた事実に微笑んだ。私はアパートを待つ。私は一人で引っ越しをした。そして、ガソリンスタンドで働くことになった。なるほど、生存したらどの道順部につながるんだね。そのようですね。メゾンからしたら保有したというところでしょうか。購入する意思はあるって言ってるからね。取り繕ってましたが、その場で殺されかねない雰囲気でしたね。あなたは生きた。エンディング名チェックイン。最後は最初の動画にあった中に入る選択肢を選びます。前回の動画と同じく家が歪み始めるまでは同じです。私は前につまずき、部屋は私の周りを回転し始めた。私はソファーを掴んで自分を安定させた。周りの壁が溶けていた。何これ？ああ、どうしたのですか、親愛なるバイヤー。私の内臓は気持ち悪いですか？安心してください。消化が十分に早いことを約束します。私の酵素は、消化プロセスにあなたが耐えられなくなる前に、必ずあなたをノックアウトします。何？あなたは何者なの？私は自分を安定させようとしたけど、メゾンは私の喉を乱暴につかみ、私を倒し、硬い床に押し付けた。なんか前の動画と比べると乱暴じゃない？そういえば最初の動画ではできるだけメゾンを避けてたんですよね。なるほど、怒ってるってわけか。自分の思い通りにならないと激高しますが、自分が楽しい時間を過ごせたと感じた人物には弱さを見せるみたいですね。なんだかとても人間っぽいね。私は無駄に自我を保とうとしたけど、私のまぶたは重くなり、私の鼻孔には病気的な、甘い香りが入ってきた。ただリラックスしてください、親愛なるバイヤー。あなたは私の価値を急上昇させる。彼は私の顔が床に当たっているのを確認しながら、彼の体をゆっくり押し付けてきた。暖かく柔らかかった、疲れや匂いで眠くなり、ゆっくりとまぶたを閉じていった。それほど悪い感じはしなかったと思う。私はとても疲れていて、もう戦いたくなかった。
露出した皮膚に刺すような感覚を感じた。ゆっくりと火傷しているらしい。それでもメゾンや家と戦う力はもう、またはメゾンザハウスというべきかしら、家にゆっくりと消化されるにつれて、私はついにまぶたを完全に落とし、最後に深く息を吸った。あなたは死んだ。エンディング名新築祝い。さて、このゲームはここでおしまいとなります。ですが、このゲームを教えていただいた方からもう一つゲームの情報を教えてもらっていまして、ジョンブのリメイク版であるジョンブプラス、こちらには追加エンディングがあるそうなので遊んでいきたいと思います。お、そんなのがあるんだね。それでは今回はここまでです。高評価、チャンネル登録もよろしくね。またお会いしましょう。バイバイ。